皆さん、こんにちは。あかねです。今日は日本語教師で YouTube でもご活躍されているはる先生とコラボすることになりました。これからいろいろはる先生に質問をしていこうと思うので、皆さんよかったらご覧ください。では、早速どうぞ。はい。はる先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日本当に嬉しいです。ありがとうございます。私も呼んでいただけて本当に光栄です。ありがとうございます。はい。では、早速なんですけど、はる先生、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？はい。台湾で日本語を教えているはるです。YouTuber は去年の2020年5月から始めたので、まだまだ経験は浅いですので、私からするともう、あかね先生は大先輩っていう感じで、憧れの先輩っていう感じです。うん、でも、すごいですね。去年の5月に始めたばかりで、もう3万8000人登録者の方いらっしゃいますよね。はい、ありがたいことです。ありがとうございます。素晴らしいですね。私、たまたまですね、おすすめに出てきた動画が、はい、んですの耳の使い方っていう動画と、あと、心情不好的日本語不是気持ちが悪い。わー、中国語めちゃくちゃ上手ですね。びっくりした。今こう書いてあるのを読んだだけです。いやいや、書いても読めないでしょ、普通そんな上手に。すごい。まあ、この辺のところは私の動画でまたインタビュー、どうしてそんなに中国語上手なのかとかは、それはまた別の機会にお聞きしたいと思います。ありがとうございます。はい。本当にこの動画の説明の仕方が素晴らしくて、すぐに、この方本当に教えてる方なっていうのは分かりました。ありがとうございます。はい。で、いろいろね、メッセージやり取りさせていただいた中で、最初なんと、日本語の先生じゃなくて、英語の先生だったんですよね、はい。そうなんです。日本にいた時は英語の先生だったんです。これ、どうして英語の先生から日本語の先生になられたんですか？もう話せば長くなっちゃうんですけども、もう本当に簡単に言うと、まあ、学生時代から、いつか将来、1、2年だけでもいいので、海外で仕事してみたいな、そんなことできたらいいな、っていうそういう夢があったんですね。はい。それで、どういう仕事があるかなって考えた時に、そのうちの一つが日本語教師というものだったので、日本語教師という仕事があるっていうことを知って、日本語教師の、検定試験も在学中に受けました。でもまさかその時は、本当に日本語の先生になることになるとは思ってはいなかったんですけど、はい。でも、英語を教えていく中で、言語を教えるのってすごく楽しいなって、まあ自分自身が言語を勉強するのも好きなんですけども、言語を他の人に教えるっていうのが本当に楽しいなっていうことに気がついたんですね。で、すごくよくわかります。わかりますよね。それで、いつか、自分の言語、母国語を教える機会があったらいいなっていう気持ちは、だんだん膨らんでいきましたね。わかりました。はい、じゃあですね、今度は今、はい、台湾に住んでらっしゃるんですよね。はい、そうなんです。そうですよね。じゃあ、どうして、台湾に住むことになったか教えてください。はい。いろいろな要素が重なって、今、台湾にいるんですけれども、一つは先ほど言った通り、もう学生時代からの夢っていうのが、いつか海外に行きたいっていうところのその一つが台湾になったっていうことですよね。もう一つは、なぜ台湾っていうのは、大学時代の友達が1年留学、台湾に留学してくるよって言って行ったんですね。そしたら、すごく楽しかったみたいで、結局2年、留学期間が2年になって、つまり、卒業するのが2年遅れてでも、台湾に2年間留学したという、そういう友達がいたんですね。しかもすごくおとなしい子だったんですけれども、その台湾に行ってる間に、わざわざ手紙を書いてくれて、台湾楽しいっていう、そういう話を聞いて、
どんなとこなのかなってちょっと興味を持つようになったっていうことと、あとはその子帰ってきてから、もし私が海外で働きたいと思うのなら、そして台湾に行ってみたいと思うなら、友達がいるからいろいろお世話してくれるかどうか頼んでみる、見てあげるよと言ってくれて、はい、そういうことが重なって今台湾にいると、そして居ついて根が張ってしまったという状態です1、2年で済まず十何年になってしまったという。もともと海外で働いてみたいなっていう考えもあったけど、じゃ結構その、はい、友達の影響が強そうですね。そうですね、結構強いですね、ですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ではですね、動画でも春先生はですね、中国語、そして英語も話されていて、本当にね中国語すごいんですけど、中国語はどこで勉強されたんですか？一番最初中国語に触れたのは高校時代にオーストラリア留学している時だったんですね。で、そうなんです。当時は特に中国語に興味があったとかではなくて、選択科目の中で、自分日本人だから漢字を知っているから、多分中国語簡単なんじゃないの？と思って中国語を選択したんですね。そしてずっとサボってる、サボる態度でいたところ、あっという間にクラスメートのオーストラリア人に中国語全部もう抜かされてしまって、自分はサボってるから悪いんですけども、全然しゃべれないですね、自分は。漢字を知ってるからって、中国語がわかるわけじゃ全然ないんだって、すごくショックを受けまして、その時。もう当たり前なんですけど。あ、これは日本に帰ったら、中国語を一回頑張ってみたいなっていうふうに思ったのがきっかけで、日本に帰って、大学で中国語を専攻するっていうきっかけになりました。じゃあ最初はそんなすごく勉強したいっていう感じじゃなくて、こう周りの人と比べて、ちょっと、もうちょっとやらなきゃいけないなっていうので、もう一度勉強し直したっていう感じですかね。じゃあ次の質問がですね、今、どういうところで日本語を教えていますか？そうですね、以前はいわゆる補習班って言われる、日本でいうところの英会話教室のようなところの日本語バージョンみたいなところが台湾に結構たくさんあるんですけれども、そういう補習班で、一つのところで 3、4年、そしてまた一つ変わって 4、5年、働いていたんですけれど、今は完全にフリーランスっていう形で、例えば1対1のもう家庭教師っていう形で教えることもありますし、グループで教えたり、またその生徒さん の会社の会議室でグループとして教えることもありますし、またオンラインで教えることもありますし、本当に様々、レベルも様々ですね。すごいですね、またいろいろなところで教えていらっしゃると思うんですけど、その企業で教える場合は、ビジネス日本語ですか？これもいろいろで、そうですね、ビジネスで使うからっていう、そういうところもありますが、ゼロから勉強するっていう人もいらっしゃる、クラスが分かれている場合もあるんですけれども、普及を教えるっていうこともあります。わかりました。春先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、概要欄に春先生のチャンネルを載せておくので、ぜひご覧ください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。